なんか稼げる感じの副業ってまだあんまりないですよね。あんまりなくない？ある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 。何が稼げます？あでも、まあ、まさに YouTube とかもそうでしょうし、YouTube、 あ、はい、あのそのなんだ Twitter とかも結構今動画とかに、うん、あのトップクリエイターはちゃんと支払われたりしてるらしいんですよ、うん、だから結構そこで積み上げた信用が、まあ、お金に変わってたりもするので、うん、結構いろんな新しいメディアはあの注目されたらすぐお金になるから、あのライバーっているじゃないですか、はい、あのライバーとか の、 その収入もとんでもないらしいんですよ。ライバーやばいですよ。そうなんですか。ライバーやばいですよ。そんな稼げないですよ。で YouTuber のトップクリエイターたちが今ライバーがやばいって言ってますよ。へー、知らなかったです。ライバーはもう1年以上前からやばいです。そうですよね。だからゆうこしさんとかがあのライバーとかを集めてるのは、うん、まさにだからその YouTube を YouTuber 集めてウーム作るみたいな、 ああいうことやりたいんだなと思って。新しい時代のすごいな、ユーコスさん。まあ、あれってちょっとだから、うん、まあ、またこれ言ってなんかムッとされるんだけど、俺なんか IBS かなんかでそれ言ったんだよな。ああ、なっちゃったんですか。 IBS でちょうど IBS の日本の代表の、うん、あの小野さんが実は17ライブの日本の代表なんですよ。ああ、うん、そうです。でその話になって、うん、でもライバーって結構ね、だからキャバクラに近い。だからまあ、ホスピタリティですからね、うん、会話の。そう、だ名前めっちゃ呼んであげるとか、うん、もう何々さんありがとうとか、そう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 、もう投げ銭が来たら、はあ本当ありがとうねとか、そういうの全部いや、だベトナム語とか中国語とか、もう全部みんなマニュアルがあるの、はい、マニュアルがあって、もうよく言われるような言葉とかは全員覚えてるの。最初カンペを見ながらやるんだけど、うん、そうですよね。だから YouTube との大きな違いが、うん、要するに今生でつながってるっていうことと、うん、その双方向性なんで、うん、もうとにかくコンテンツが作り込まれてることよりも、うん、そのつながったっていう快感をあれを与える仕事。俺あれを見てさ、うん、久しぶりに思い出したわけ、はい、この源流は何なんだと思ったら、はいはいはい、DMM ライブチャットだったんだよ。え？ DMMライブチャットっていうのがもう10年以上前にあって、はい、もうそんな前じゃないですか。パソコンの時代ね。へえ。パソコンで、はい、あのやってる時代に、うん、DMM の、まあ、アダルトの脱ぎありのやつと脱ぎなしのやつがあったの。へえ。で、まあ、DMM の亀山さんって会長がいてね、うん、で亀山さんと久しぶりに会ってなんか飯かなんか食った後、うん、え堀江くんライブチャットやってないのとかって言われて、うん、今からやろうっつって、うん、バーでパソコン開いて、うん、でもうただ券もらって、うん、であの脱ぎありのチャットやったの。脱ぎありのチャットやったの。脱ぎありのチャットやったの、はい、そのもうものの3分ぐらいで全部やっちゃって、うん、あこういう感じなんですね、楽しかったんですかそれ。いや、まあ、あんまり楽しくないんだけどなんだけどそのね、俺はびっくりしたな。この脱ぎありのチャットで稼いでると思ったら、そんなことなくて脱ぎなしの方が儲かってるの。もうだからもう完全バーチャルキャバクラで脱がないわけ、うん、もうずっと口説いてるわけ、うん、でそれなんか例えば長崎県の五島列島の人とかが入ってる、うん、もう五島列島とかだともう要は若い女の子がいるスナックとかないわけですよ、うん、だからもうみんなほら高校卒業したらさ島外に行っちゃうから、うん、大学とかないから話聞いてくれるんですよね、可愛い子が、ね、いや話聞いてくれて、うん、しかもあれね、うん、この今ここモニターあるじゃん、はい、この周りに蛍光灯バチバチってつけてて、うんうん、今みたいにこんな LED ライトとかないから、うんうん、蛍光灯よ、うん、蛍光灯バチ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 ってつけて、うん、バチってもう、うん、全く白抜きしてるわけ、うん、すげえみんな可愛く見える今 DMM ライブチャットの話ですか。そう、はい、DMM ライブチャットで、はい、僕はだから、はい、それ頼まれて、はい、あの真面目なこういうホリエワンみたいなのをやってた、うんうんうん、あ、まあ、それから実は猫ひろしがあのオリンピック選手になったんだけど、うん、俺その頃から、うん、いやだからもう途中からつまんなくて番組が、うん、なんか芸能人呼んで2時間なんかだだ喋りするとか楽しくないから、うん、なんか分かった、なんか売れない芸人のコンサル番組にするからっつって、うん、で売れない芸人がずっと来てた、ひろしさんとか、うんうん、当時売れてない、なんか一発屋で、はいはいはい、今ねまたすごいですけど、そう猫さんとかも、うん、当時売れてなかった、うん、だから猫さん何が得意なんですか、うん、いや走るの得意です、じゃあマラソン選手になりましょう、うん、カンボジア紹介しますっつってカンボジア紹介した、そしたらオリンピック選手になったんだけど、そういう番組やってて、まあ、それちょっと置いといて、はい、その五島列島とかの人が見るような、うん、そのアダルトじゃないライブチャットで月100万稼いでるやつとかがいたのよ。ああすごい。で俺びっくりして、こういうことあり得るんですねって言ってたら、スマホシフトした時に中華勢が DMM ライブチャットと全く同じことをやったの。
それが、例えば17ライブだったりとか、いやだ17とか LINE ライブとか、うん、ああいうのでやっぱお金がすごい動いてるのが、だからまあ投げ銭システムとかショールームみたいなね、ああいうのも追加されたじゃないですか。でもショールームとかよりもめちゃくちゃそのワンチャン課金っていうのしてる、うん、知ってる？ワンチャン課金って何？そう、もうワンチャン LINE とかのアドレスを交換できる。あ、そんなのもあるんですか？いや、だからそうじゃなくて、はい、ワンチャンあるんですよ。だからすげえ課金すると100万とか50万とか100万とか課金する人にはライバー教えちゃったりするんですよ。へえ。いや、私も某ライブアプリでライバー、あの、配信してたんですけど、はいはい、ありました。え、教えてっていうのが？あ、全然あります。ドカンと行くから教えて、課金するから教えて、住所教えてとか、うわー、すごい。課金する代わりに投げ落選するから。だから新しいメディアって治安が出来上がるまでも結構あるんですよ、うん、今 YouTube の規約とかもガラッと変わって、うん、やんちゃ系の YouTube チャンネルがトップクリエイターでもバンバン潰されてるんです、うん、だからライバーもとりあえず治安悪い段階で走らせちゃって、うん、TikTok とかもそうじゃないですか、うん、治安悪いうちにわー盛り上げて、そっから盛り上がったら閉めるっていう、うん、悪い状態なんですね今ね。でもあの配信の内容は英会話、はい、イングリッシュのだったんですけど、うん、まさかそういう、いや、まさかってもうだからそういう通に思ってるから、みんなだから課金税はキャバクラだと思ってきてるから、キャバクラとかホストクラブだと思ってきてるんですよ、あの課金税はね。でその人たちが収入の大半だから、だからもうだからこれライブチャット DMM ライブチャットだったんだと思って、俺この間亀山さんに本当惜しいことしましたね、スマホシフト乗り遅れましたねって。 DMM はだから実はスマホシフトに乗り遅れた。あ、じゃあアイデアはもうあったんですね。そう、しかもスマホってやっぱりアダルトコンテンツが結構厳しいから、あの、要は、あ、そうか、アダルトで行こうとしたら3人遅れるんだ。アップストアとかもバンされちゃうから。あ、でも実はアダルトじゃないところでそこが伸びてるんですもんね。そう、だから本当は DMM はそこを伸ばせばよかった。でもそれの才能が、まあ、ホストの人とかもむちゃくちゃ伸びたりするんですけど、うん、その才能気づいてないけどすごくコミュニケーション向いてるって人とかは今の時代ライバーで売れるし、うん、逆になんか違う才能で YouTube で売れる人もいれば、うん、メルカリだなんとかで売れる人もいるから、本当副業いけると思います。全然ね、売れてないタレントの子、はい、友達がいて、はいはい、そいつが突如ライバーになったわけ、うん、去年、うん、そしたらもう初月で500万とか稼いで、はい、いや、それはすごい。いや、結構その本当かよお前、プロがそっちに行った時にびっくりされることあるんですよ。僕も YouTube 本気でやりだしたら、僕のタレント業あんま知らなかった若い層とかが、うん、何この喋れる YouTuber っていうコメントでしたえぐいんだけどみたいな、めっちゃ喋り上手いんだけどみたいな。だからなんか今 YouTuber の人たちが、あのプロが加入してきてマジで怖いって言ってくれてたりするんですけど、そういうその今まで違うジャンルで頑張ってた人が違う海にその新しいメディア入ると全く違う才能開花したりするんですよね。あ、でもね、ライバーで、はい、結構ブレイクするやつとかいそうだね。絶対います。モデルさんとかグラビアの方とか俳優さんとか、それこそ入ったらとんでもないことになると思いますよ、本気で参入したら。へえ。その代わりかなり本気でやんなきゃいけないですやっぱ、うんうんうん、素人の方が持ってる時間、大量の時間をベットしてるのをプロが副業っていうかもう本業にするぞっていう覚悟を見せないといけないんで、ちょい手間でやるからプロが参入できなかったんですよ。がっつりかけたらスキルはあるのでいけるっていう。今相当手間かけてますもんね。めっちゃかけてます、うんうんうん、その分いろいろこう事業を整理しなきゃいけないんで、やっぱ覚悟は必要ですね、うんうん、今一番組にどれぐらい時間かけてるんですか？準備含めたらマジで 1日かかりますよ。1日ですか？あの2本のコンテンツ作るのに1日かかるっていう、いやクオリティ高いもん。高い高い。いや、もう今は信用を積み重ねる時期なんで、ね、すごいよね。本気でやんなきゃいけないと思って、もうお見せしようっていう、芸能人 2.0 の姿っても結構見えてきました、はい、中田さんいろいろトライして。あ、でもそれもあるかもしれないですね。見えてきました、だから結構芸能人も、今までってテレビっていう箱の中で、だからなんだろう、デパートにこうみんなでこうバーって並んでたんですけど、今各メディア、それこそライバーと YouTuber でも違うし、それこそそのね、インスタグラマーでも違うじゃないですか。それぞれの専門店の中で特化して、しかも YouTuber の中でも教育 YouTuber、 物申し系 YouTuber、 それやってみた系 YouTuber、 歌い手 YouTuber といっぱいいるんですよ、
その専門ジャンルで本当にコアなファンがもう大きい金を生んでるんで、ちょっと専門店化していかないといけないなと思うんですよ。総合力高い芸能人より一発必要、それこそ広瀬さんとかもキャンプしかやってないわけじゃないですか、うん、そう、あれすごいよね。そうなんですよ、だからもうここだって決めて、うん、もう一点突破型の芸能人が 2.0 かなと思いますね。あ、総合力勝負はないですね。総合力勝負、すごいよね、あの広瀬さんね。いや、すごいですよ。そう、広瀬さんもサロンのゲスト来てくれたんだけど、それこそだからさっきの DMM ライブチャットの番組に来てくれたわけ、はいはい、その頃俺が言ったこと何も聞いてくれなかったけどあ、だからその時はね、いや違う違う、彼はだからそういう系の人ですよ。あ、聞かない系の人、自分がやりたいことがあって、自分のやりたいことでやりたい系の、だから猫さんとかは俺の言うことを全部聞いてくれる系、うん、それぞれ違うんです、ね、それぞれ違う、うん、いやでも一点突破はすごいあるなと思いました、うん、いいですね。ニッチだと思われたものがツールの変化でマスになっちゃったんですよ。あ、だからニッチで今まで浸透しなかったのがメディアが広がってるから、うん、このここに人を集めれるようになっちゃったんですよ、うん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 、それが強いんだろうな。そう、しかもあとディスカバリー的な要素もあって、うん、例えばその YouTube をきっかけにして、さ、例えば分かんないけど広瀬さんのキャンプ動画を見て、はい、俺もキャンプやりたいと思ったりとかする人もいるわけ。つまりその何かを始めるハードルがニッチだからって、うん、こうそんなになくなったっていう。例えば僕沢登りっていう川をこう登っていくことをやってるんですけど、それとかも今ネットにいろんな沢の情報がもうあるんですよ。あ、だから要は何もこう地図も持たずに行きますみたいな感じじゃなくて、うん、ここ行ってここ行ってここ登ればゴールにたどり着けるみたいな、新規参入のガイドがいっぱいあるんですね。あるんですよ、うん、それがいい影響を及ぼしてるのかなという気はする。いろんなものに関して、そうそうそう、だからオンラインサロンとかもそうだけど、なんかウィンドサーフィン部みたいなのが立ち上がったりとかして、100日でウィンドサーフィンでトレーニングができるようになろうみたいなのとか、あ、なんかウィンドサーフィンって一回やってみたいなと思ってる人たちとかがパッと入れるじゃないですか、で、そういうのがいいところかなっていう。確かに、なんか時間の使い方を持て余し始めた人たちにとってはニッチな方が結構新鮮で面白いですよね。あとね、そう、そこのねマッチングができてる、あのね、オンラインサロンって、うちのオンラインサロンって小金持ちが結構いるんですよ。例えば僕のなんかホリエモン万博の1日僕と一緒に入れる券200万円とかをポンと買える人が結構ゴロゴロいて、100人以上いるんですよ。多分 10% か 20% ぐらいは割と富裕層なんですよ。でその人たちって暇なんですよ。暇なんですよね。そう、だからもう要は昭和的な価値観で言うと、あの外車買って別荘建てて愛人囲って海外旅行行ってゴルフするぐらいな感じだ、あと銀座で飲むぐらい感じしかバリエーションなくて、こういうのすぐ飽きるじゃないですか、こんなの。でもそこになんかわかんないけど大樹町でパン屋さんを開業しますとかみたいな人がなんか行くのにお金が必要なんでポルカしますみたいなのとかにポンポンポンってお金が集まっちゃう。ニッチなアイディアが富裕層に刺さるんですね。そう、そうだから面白いことをやってくれるわけ、うん、アイディアが価値がだんだんね、うんうん、その要はアイディアがあって行動力があって、うん、その新しいことをこう面白そうなことをやっちゃう人たちがいて、それを応援するために俺お金余裕あるからお金あげるよみたいな感じになってるんですよ、うんうん、アイディアと行動力があれば、うん、ニッチでも富裕層の注目を集めれるという、そう、うちのサロンはそう、うん、そうなってる、ね、完全にそうなってる。それがすごいな。いや面白い、あっという間に時間来ちゃったんですけど、はい、中田さんなんか次のネクストが見えてきましたね。見えてきましたね、堀江さんと話して、うん、ね、なんかこう、あ、間違ってないなというと、間違ってない、うんうん、楽しい時代になるという感じがしますね、うんうん、いやでも怖いよね、うん、なんでですか。いやこれまでさ、ネットの世界ってさ、うん、そんなに強い人いなかったからさ、これから強い人がバンバン入ってくるわけじゃん、これ、うん、あの僕はね僕とか西野さんとか単体で入ってきてる時代なんですけど、次軍隊で入ってきてる。確かに軍隊、次マジでプロがじゃなくて軍隊が入ってくるんですよ。多分僕の読みだと1年後か1年半後にプロ集団がとてつもない資本で入ってくるんで、それまでにトレで気づいとかないと先行者利益がないと思って今頑張ってるんですよ。それ吉本が入ってくるとかそういうことですか。いや、だから今までもうプラットフォーマーだった人たちがコンテンツメーカーとして覚悟決めて全資本投資して潰しに来ます、うん、あー、そういうことか。だからプロ集団来るんで結構やばいなと思ってます。テレビとかが来るってことですか。テレビが来る。テレビはどうだろうな。今でもテレビの局が
がっつりコストかけたチャンネル作るっていう指針出してんですよ。あ、まあだけどアベマ TV とかそうだからね。ああそうですね、うん、それが言ったらアベマってプラットフォーム作ろうとしたわけじゃないですか、うん、じゃなくて YouTube っていうプラットフォームにプライドを金繰り捨ててコンテンツぶち込みに来るんですよ。おー、こうなった時に予算の桁が違うんで人員が、うんうん、だからもうとんでもない時代来るとは思いますよ。お堀江さんどう見ますテレビ局の参入。うん、だからそこまで覚悟を彼らはもともとプラットフォーマーだから、うん、はいはいはい、プラットフォーマーのビジネスを金繰り捨てて、うん、来るところってどれぐらいあるのかなっていう気はすごいするな。様子を見なきゃいけないですけど、うん、警戒はしないとやばいだろうなと僕は思うんですよね、うん、まあ、実際さ、うん、だけどねアベマ TV とかって結構プラットフォームとしても売り上げ結構立ってんのよ。あ、そうなんですか。だってチャンネル登録さ、あの要は有料課金してるユーザーがもう40万人超えてるわけ、はい、だから月1000円ぐらいの課金なんだけど、うん、年間1万円じゃない、うん、が40万人とかいるわけ。それだけで40億じゃん。だからもう結構ね、実は結構立ち上がってきてるんですよ。あ、そうなんですか。噂的には結構もう大変だっては聞いてたんですけど、うん、なんですけど、はい、あのテレビ局のあれとかを使ってやってるけど、はい、意外と俺でもできんなみたいなことが多い。だって俺あのドラゴン堀江っていう番組、はいはいはい、東大受験番組やってんだけど、うん、あれずっとトップ5ですかね。うーん、あの視聴数ずっとアベマ TV トップ5でやってる間は、え、なんでそれ俺の番組じゃんみたいな、みたいな感じだから、まだまだ当たるところがよく分かってないっぽいんだよな。まだあるチャンスがめちゃくちゃあると思うし、あの軍隊は作れると思ってる。おお、そう、確かに。逆にね、新しい軍隊作ればいいわけですね。いや、もうそれぐらい、でもコストかけるべきプラットフォームは見つかってるなと思いましたね。うん、面白いなと。いやいや、ただちょっと軍隊作るということで、はいはい、今日はありがとうございます、中田さん。ありがとうございました。じゃあ中田さんのネクストお楽しみにということで。お楽しみに。めちゃくちゃ面白いです。堀江さんもぜひゲストに、はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。